交渉期は、中華民国の財政化。字は伊サの、豪は支援。三成省大元夫婦と谷県の出身。南京国民政府時期に財政部長、行政委員長を務めた。妻は、総模屋都し、総模屋都しを通じて、総資分野小解析とは、隕石関係にあり、陳家を含めた4人は4代家族と呼ばれた。長期にわたって、 国民政府の財政部門を担当したが、創価と結託して、いわゆる穴創集団を形成し、腐敗政権や民衆の財産を集めし不幸を肥やす、者たちの象徴と言われた。国境内戦の末期には、中国国民党や穴創家の一族に対して、木下ゲ民党と呼ぶことが流行した。1880年に、三成省大元夫婦と谷県で生まれた。父の孔ルジは、 三木生であった。幼い頃からこの父に勉強を教わっていた。1889年、おたふく風邪を患ったが、漢方医の手に負えず、改修派協会の宣教師が開いていた病院で治療を受けた。翌年、高渉期は、教会設置のカビ小学に入学し、1894年に卒業した。その後、改収派教会が通州に設けていた川書院に、 進学し、洗礼を受けて、キリスト教に入信した。1900年に、義和団の乱が勃発すると、交渉期は一時的に帰郷する。しかし、三聖省でも、順部の行く県にそそのかされた、義和団により、教会焼き打ちやキリスト教徒の殺害といった事件が発生し、大谷県でも宣教師や信者たちが殺害されていた。交渉期と家族は、 同教人にかくまわれて難を逃れることができた。義和団が鎮圧されると、交渉期は教会や信者の事件後の活動を手伝った。教会の交渉期に対する評価は高く、アメリカに留学させることが決まる。1905年、交渉期はオハイオ州のオベリン大学を卒業し、さらにイエール大学で鉱物学を学び1907年に修士号を取得した。 同年、帰郷すると地元では、名賢学堂という学校を建設し、その中には、孔章期が校長を務める小中学校も設置され、一部の科目は、改修派協会の宣教師が教団に立った。1911年に、侵害革命が起こると、孔章期は太谷の商業団体や、名賢学堂の学生を集め、地域の秩序を守るための組織を結成した。その後、 賛成中自民軍総司令に推挙され、1912年の南北和議後に職を辞した。交渉期は教育に携わると同時にビジネスにも取り組んでおり、1912年にはイギリスのアジアシェル石油の賛成省での独占代理権を獲得し、石油ビジネスによって莫大な利益を得た。1913年、交渉期は日本に招かれ、 中華流日キリスト教青年会の総幹事に就任する。東京に滞在している間、孫文による中華革命党の経費の区面や孫文の文書処理を助けた。この時、当時孫文の英語秘書を務めていた総文や都と知り合う。1914年に総文や都と日本で結婚した後、翌年になって二人は賛成省に戻り、以前のように教育と、 ビジネスに携わった。その後、三世特軍憲商庁であった、遠釈山に参議として登用される。1923年には、中路交渉の中法天代表に就任し、孫文に代わって、北方の将校たちに連絡を行った。1925年3月に、孫文が北京で亡くなった際、交渉期は遺言の承認の一人となった。1926年、 明見学堂に大学部を設置するための資金調達を目的として渡米し、オベリン大学から名誉博士の学位を受けた。交渉期中毒ガス作中にヒトラー総統を訪問した。交渉期1926年、交渉期は国民政府の関東省財政庁長として、広州に赴任する。百二十七年、小解析による上海クーデターが起きると、交渉期は、 上海で各方面の勢力を紹介席側に引き込むために力を貸した。1928年には南京政府の交渉部長に、1930年には実業部長に就任する。1931年の満州事変勃発後に紹介席が国民政府の主席を辞任すると、交渉期も同時に職を辞した。翌1932年に、 欧米視察の命を受けた、交渉機は、同時に密かに、ドイツ、イタリアに向かい、武器の購入を行った。1933年4月に帰国した後は、中央銀行総裁の職に就いた。同年10月に、総支分が財政部長を辞任したため交渉機が、公認となり、同時に行政院副委員長も兼職した。その後、交渉は1944年まで財政部長を、 努めた。高渉期の財政部長時代初期は税収改革を行い、財政面で地方のコントロールと民衆の困窮の軽減を図った。同時に銀行体制の改変を行い、増資を通じて中国銀行や交通銀行を国民政府財政部のコントロール下に置いた。また、貨幣制度改革を行い、それまでの銀本位制を廃して法兵を発行した。 さらに、政府の債務の整理も行っている。これらの政策によって、国民政府は国家資本によって金融市場を制御できるようになり、当時の軍事行動に財源を提供するばかりでなく、その後の交戦活動に財政的な供給を行うための基礎を固めた。1936年、西安事件が発生すると、交渉期は平和的な解決を強く主張した。 中毒合作で結ばれていた中華民国は、交渉期をドイツに派遣し、アドルフ・ヒトラーと会談。ドイツ軍は、日中戦争を戦う中華民国軍に、アレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンを派遣するなど、日本と中華民国との間で大きく揺れていた。しかし、中華民国に派遣されていた軍事顧問団は1938年に撤収することになった。その後、交渉期は、 行政委員長を経験した。日中戦争初期こそ、高渉期の財政政策に対して各界から大きな不満は見られなかったが、後期になると、高渉期や家族が官でも民でもその権力を利用して、陶器を行ったり、資材を肥やしているとして大きな不満の対象となった。アメリカ人も、この正常ではない私服の肥やし方に着目していた。1944年、 ふうかくとは国民賛成会で米ドル交際の発行における交渉期の不正行為を求断し、ほどなくして交渉期は財政部長の職を免職された。さらに1945年には行政院副委員長と中央銀行総裁も辞し、1947年には相模や都の病気を理由にアメリカに住まいを移した。1948年には 最後の中国銀行当事長の職を辞している。1962年以降、台湾にしばらく滞在することもあったが、最終的には1967年にアメリカ・ニューヨークで病没した。交渉期の原石は三島局府にあり、孔子の賛成における75代目の子孫だとしていた。しかし、局府の穴病に保存されている孔子予科府には、 交渉期のような分家筋の家系図は保存されていない。なお、交渉期には、次男次女がいる。ありがとうございます。